ンタジーラジオ。はい、どうもマノチです、よろしくお願いします。はい、あのね、ちょっとね疑問というかねあって、まあこの前ね買い物行ったんですよ。うん、そしたら目の前からね40中ぐらいの男性が歩いてきたのね。でその人はねワイシャツを着てたのさ、白いワイシャツ。そのねワイシャツの下にねランニングシャツを着てたんだよ。それがまあ透けて見えてたんですよ。うん、でまあワイシャツは1枚で着るよりも中に1枚シャツを着た方が涼しいらしいから、まあそれはわかるんですけど、まあ俺からすればね、あくまで俺目線の話になるけど、あまりかっこいいものじゃないんだよ、そのワイシャツの下にシャツが見えてることが。うん、けどだいたいそのいい年した男の人ってそうじゃん。うん、俺もそうなっちゃうのかなってこと。うん、まあ俺はね今現在ワイシャツ着るような生活はしてないし、うん、まあそのスーツ着て仕事行きますとかね、ちょっとそういうのは俺あんまり向いてないから、うん、まあこの先もそういう生活を送ることはないだろうけど、うん、ああいうもんなのかなってこと。まあたまにこうピチピチすぎて乳首浮いてる人とかいるし、うん、女性ならいいよ、乳首浮いててもおノーブラかってなるよ。おっさんの見ても嬉しくないよね、おっさんの乳首ほど嬉しくないよね。うん、っていう話っていう話です。はい、いや俺もああなっちゃうのかなってほんと真剣に思ったっていう話でした。終わり、またな。